じゃあ今週も、ティアモの一人遊びのコーナーにお便り来ておりますので、頑張って毎週続けておりますね。これがね意外と好評なんですよ。あ、早速、今日の質問はですね、はい、すごいざっくりした質問で申し訳ないんですけど、はい、ティアモさんが最近買って良かったものって何ですかというご質問でして、はい、これまた私的なところに突っ込んで来る人たちですね。もう何でも知りたいっていうやっぱりね、はい、熱心な方いらっしゃいますので、なるほど、ちょっと何かあったらご紹介いただきたいなと。本当に買ったものだったら洋服でもいいということで。そうですね、まあ、洋服じゃないものでも何でも構いませんので、まあ、これ良かったよっていうのがあったら押さえていただきたいな。でもまあ僕はやっぱり1ヶ月のうちに一番量を買うのは洋服なので、うん、つい最近買ったものですね、としていいもの、はい、今着てるのは何ですかそれは。あ、これだから実はあれなんですよ、広瀬さんにもいいねって言われてたタリアトール。うわ、めっちゃ汚れてんじゃんそれちょっと気になるのかなんですけど、後にしてもらっていいですか。すいませんね今季のタリアトール の、はい、ダブルのジャケットですね。サックですか生地、それはな、なんもう朝ですね。朝で、袖裏とかもなくて、タリアトール会の時に下手したらもうシャツ羽織るよりも涼しいんじゃねえの、うんうんうん、って言ったやつ の、 ネイビーと白があって、こっちの白を僕は大きく買ってたんですけれども、うん、これが相当使えるなと。やはり今年白黒モノトーン系で、このタイドアップみたいなところにダブルで前開けて着るっていうのもいいですし、なんかそのタリアトール会の時にはやっぱりそういうなんかジャケットすごい軽いんで、なんか T シャツ1枚でもいいよねなんていう話も言いました、言いました、思うんですけど、今日はあえての、うん、今日はあえてのだからネクタイ合わせにしてきたんですけど、うん、形が綺麗なのでもちろんタイドアップはもちろんのこと、ただ真夏にねこれきついじゃない、まあ、ちょっと暑いですよね、うん、だから T シャツさらっとでも全然いいんだよっていうので、これは非常に女性受けもいい色だと思い、うん、こびて買ってみました。こびて買ってみました。はい、そしたらまあいろいろ汎用性高くてですね、うんうん。やっぱ白なんで顔が非常に映える。確かに。はい。ズーム映えするやつですね。ズーム映え、はい、大事ですよそういうの。そうなんですよ、はい。ズーム映えすごいするなと思ってて、これにさらっと T シャツにさらっとこれ着て、うん、ズームオンすると。ズームインするとズームオンできるんですよそんなズームオンって言葉があるのかどうかは僕は分かんないですけど、知らないですか。知らなかったですね。ズームインっていうのはズームのその飲み会に入ること、はい、ズームインっていうんですけど、はい、まあ、その後どうにかなることをズームオンっていう乗っかっちゃうわけですね。そうです、そうです、一人休みも ね、 そうですね、ほどほどにしないと。あとは、はい、でも今日さっきの本当今日収録日なんであれちょうど良かったんですけど、はい、これはね非常に僕がめちゃくちゃやりたくて別注したやつなんですけど、リングジャケットの、ブライソンリネンを使った、はいはいはい、6B ダブルの、スーツなんですけど、今日パンツをね今履いてまして、あ、セットアップなんですね本来は。そうです、本来はスーツセットアップのパンツとジャケットの、うん、こういう上下で着れるようになってるんですけど、今パンツだけ履いてるんですね。ちょっと羽織ってみてもらっていいですか。あ、いいですよ。あ、これねパンツはですねもう改造済みといいますか、もともとの別注でもうサイドアジャスターそういう仕様になってるんですね。付きの2プリーツで少しゆったりしてて太めみたいなシルエットにしてもらったんですよ。で僕がもともとずっとリングジャケットさんで着てる 6B ダブルのスーツの形を別注してるので非常に形もよく、形もで、リネンなのでこの真っ黒のっていうスーツでもちょっとこう漆黒の黒ではない遊びの効いた白、あ、黒、これめっちゃ買って良かったですね。いいですね、そのバラでもね使えてっていうのもいいですし、逆にもうちょっとシワを出したいかなと思ってます。シワこう
生地を入れたいなと。リネンはねシワで着ろってもう去年からずっと言ってますからね。そうですね、うん、もうシワシワにして着てもらいたいなと思うんで、だから僕このパンツのね丈の設定もいつもよりちょっと長くしてるんですよ、うん、まあ、リネンなんでこの辺シワが入ると生地が浮いてくるじゃないですか、はいはいはい、それを想定して、それを想定してちょっといつもより長めに丈を取ってるっていうの、うん、なるほど。これがまあ本当にブライソンリネンいい生地で、最初硬いんですよめちゃくちゃ、うん、でもこれがどんどん柔らかくなってくるともうここですね、こことあと座るとここにシワがつくじゃない、うん、こういうので少し生地がやっぱ浮いてくるんで、うん、それを想定して少し長めに取ってますね今回は。なるほどね、はい、それはやっぱりちょっと生地のね特質を知った上でそうですねするっていうのはやっぱりこだわりの、うん、うん、やっぱいいないやいいと思います、素晴らしい、いいよね、はい、これ買いましたね今年。それはどちらのでしょうか。ペトリロです。ペトリロの、ペトリロの、うん、これもスーツなんですけど、これもリネンなんです。シルクリネンです今回は。はい、ちょっとシルク入ってることによりちょっとツヤ感も硬すぎない素材で、ちょっとダブルランダムストライプになってるんですね。1本のストライプと2本のストライプが交互にこう入ってて、これ今回ねナノユニバースで別注したあの特注品になってまして、あのパンツやってるのはうちだけなんですよ。本来ジャケットしか作ってないんです、ペトリロさんでは。でも僕はこれスーツだろうって言って、はい、本当はあのジャケットでしかオーダーは取ってなかったみたいなんですけど、これでパンツ履かなかった、いやもう履かないよそしたらっていうお願いをまあ冗談ですけどただこねてそうそうそうお願いしたわけですね。そうです。そしたらじゃあパンツをっていうことで別注させてもらいまして。なるほど。だからちょっと思い入れもありつつ、どうしてもこれはスーツで着たかった。まあ、これナノユニバースだけという。そうです、これはだけですね、はい、だからこの単品ジャケットは他のセレクトさんでもやってると思いますよ。でもそんなに多くはなかったと思います。だからジャケットだけだったらあの他でも買えるんですけど、でもうちこれ別々にしてるんですよ今回。あ、なるほど。じゃあセットじゃなくても買えると。はいはい。おー、だからくしくもねちょっとダブルダブルダブルなんですよダブル付いてますね。そうなんですよ。この辺はちょっと超超おすすめで、あのっていうかまあめっちゃ買ってよかったし、買ってよかったし2回言ったで買ってよかったしね。いや、うん、本当でもこれこ買えなかったらもう後悔してたと思う本当に。自分でやりたくてっていうのもあったし、今年っぽいしずっと着れるし買いたかったしまずそれありきのね。あとクローゼットの中に 春に着れるダブルっていうのがあの結構処分したりもあって少なかったんですよ。去年着てたダブルとかを結構処分しちゃったんですね、柄物が多くて、うんうん、だから今年のラインナップの中にちょっとダブルが減ってたっていうのもあって、今年多めにちょっとダブルを新調したんで、まあその辺クローゼットとよう相談して買って、最近やっぱ買ってよかったなっていう感じでしたかねこの辺は、ね、はい。洋服以外にも何かあるんですか、その最近買ってよかったの。洋服以外はもうあれですよ、もうおうち時間ですから、おうちタイムしてますから、はい、ステイホームですもんね今。ステイホームしてますから、うん、ゴーホームステイホームしてますから、はい、家の中でっていうか家の中をちょっといじってます。インテリア、インテリア買いました最近。あの植物系とあのついたて系とついたて系、はいはいはい、あの なんか置くやつ系とちょっとざっくりしててよくわかんないですけどおうち時間を快適にするアイテムをそうです、買い足されたという。ちょっとお家の中をいじったよっていう。 あ写真あるんですかこれ寄れるのかな、寄れないのか、後で LINE で送ります。なるほど。これ結構でかいですね、うん、この後ろの木のやつと手前のやつと、あとこういうアクセケースみたいなの置く台みたいな。あ、なるほど。渋いですね。大理石ベースの、あら、そう、こういうのをもうポチ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 買ってポチりまくって、はい、あとカーテン新調してみたりとか。ああ、いいですね、はい、うん、ちょっと黒のドットにしてみたの。お意外ですね、うん、へえ。もともと緑だったんだけど、はい、あの黒のこうドットにしてみて。カーテンって結構部屋の印象変わりますよね。変わりますね。だからすごい明るい緑だったんですよもともと。あのバッタみたいな例えが
うん、黄緑みたいな緑ですかね、うん、あ、でもバッタバッタ、うん、バッタ色バッタだった緑を、うん、そのコオロギの色にしたっていうちょっとそのまああのね、でも本当に今は買ってよかったというか、はい、あのこの辺すごい慎重にサイズとかちゃんと計算して買うんですけど、なんか今だからそのお家の中のこの整理とか、うん、お家の中を快適に過ごすためのとかを買って、それこそ Zoom とか あのライブ配信とか最近ちょっとよくやるようになったんですけど、はい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 、確かにね、後ろにその植物あるとちょっと映えますよね、それもまたって言ってたじゃない、うん、まさにさっき言ってたねそうだから、そういうのも込みでちょっと今後そういう仕事の仕方とかも増えていくし、確かに快適になんか自分が過ごしやすくていいお家にいることの方が気持ちがリフレッシュされるので、うん、それ大事ですね非常に、はいはい、あとはこれらの洋服をかけるためのハンガーラックを新調しました最近は。そういうね、やっぱお洋服のためのみたいなところもね。そうです ね、 ですね、業務用、まああとは特にないかな、おうち時間なんで、あのイタリアで買ってきた調味料を切り崩しパスタを毎日作るっていう家でもイタリアンやっぱり極めてるですね。そうですね、うん、だからね、なんかそっち系が増えました、食器とかコップとか、あの謎に塩を入れるおしゃれなこういうなんか引くやつですか、塩、いや お塩を塩入れっていうのとか、はあ、そういうとこにこだわり始めちゃって、やっぱ凝り性なんですね、そういうなんか一個組み始めると。あ、だからこのまま行ったらちょっとやばいかなと思いましたあのおうち時間増えて一人でいる時間増えて、そこにこだわり出して犬とか飼い始めたら終わりじゃん終わりなのか始まりなのかはちょっと手山さん次第ってところもありますけどね、うん、はい、まあ、でも自分と向き合う時間っていう意味でもステイホーム大事だと思いますので。そうですね、はい、うん、そんなとこですか。はい、ありがとうございました、はい。